皆さんこんにちは。ヒゲ仙人の立ち乗り電動一輪車教室5へようこそ。前回は4でした、ね、4と言ってしまうとなんか4になっちゃうんで不自然に聞こえるということで4としましたが、今回は、5です。それでですね、今回は実はやるつもりがあんまりなかったんですが、バランスの取り方を習得、なかなか習得できないという方が多いので、今回はですね、そこら辺を中心に体幹をうまく使って、そのバランスを取るにはどういう鍛え方をしたらいいかというところをやりたいと思います。それではですね、こう、まあ、ご覧になればお分かりのように、今回は雨が降っているということもあって、傘を用意しました。でですね、この傘非常に便利がよくて、例えば自転車なんかに乗るときもね、手に傘持っちゃダメだということだから、こういうものだという話がだいぶ出てるんですが、実はですね、これ一つ重大な欠点がありましてね、日本の歩道狭いんですね。そこでこう自転車なんかでもこれやってると、他の人にこのね、サキッとか当たらないかなと、すれ違う方というようなね、心配がちょっとあるんでね、まあおすすめできるもの、グッズなのかどうかちょっと疑問のところもあるんですが、まあ、風にも若干弱いところがあるんでね、この上側のところが非常にこう特殊ユニークな形をしてますが、この特殊な形をしている理由は、風に対してこういう風な形状にすると、ある程度ね、揺れ止めが効くということなんですね。ここら辺は非常に面白い工夫で、ルックスも面白いし、私のこの運動用のね、このタイツ姿と非常に合ってるという点はあるんですが、しかしまあいいのかどうか、まあ余計な話はもうここで置いといて、それでですね、体幹の鍛え方はいろいろあるんですね。バランス取るために必要な一番重要なのはね、皆さんね、初心者の方は腰だけでバランス取ろうとするんですよね。一生懸命こう腰動かしてバランス取ろうなあいうところがですね、この乗り物は腰だけでバランス取ろうとしてはいけないんです。人間が歩行するときには腰だけでバランス取ってないで、体幹全体のこの背骨の S 字カーブから始まってですね、前後左右に対して体全体を、背骨のところ全体を使ってね、バランスを取っているわけですけれども、それと同じようにね、これに乗るときにも同じようなバランスの取り方をするのが理想なんです。それでですね、そのためには腰だけでなく上を利用するということでね、いくつかこう上を利用するための工夫というのがあるんですね。まずはですね、ここのところに、目のところに四角い箱があると想像してね、それでもって、ね、胸郭をしっかり動かすという訓練ですね。肋骨のところのね、がアコーディオンのようになっていて、こちら側が今伸びました、こちら側縮みました、アコーディオンですよね。今度はこっちです。こちら側が伸びて、こちら側が縮む。この頭の後ろのところにね、こう手を持っていって、こうやったり、こうやったりして、ここの胸郭のところをね、動かすという練習をしてみてください。これをすることによって、ね、腰だけではなく、上の方、背骨の上の方を使って、こう柔軟にバランスを取るというのが養われています。これ、非常に重要です。世界をちょっとやってみてますが、腕を振るなというバランスを取って腕振らないで、腕振る必要性はありませんが、腕振らなくてもこの分バランスが取れますよなんですが、実はそれだけ練習をしてこう体幹でバランスを取る訓練をするときは、ある程度慣れてきたらば腕を積極的に振ってください。ただし普通にこうやじろべえをやるんじゃないんです。いいですか。こういう風にね、両手ともこう大きく振るんです。ちょっと何が起こるか、ちょっと見てみます。今何が起こったか、ね、皆さんご覧になってお分かりだと思います。これだけ手を振ると車体がこうなるんです、ね、だから大きく手を振るとバランスを崩すんですね。実はですから本当は手を振る必要はないんですと。 ですが、練習をするためにね、こういう外乱を加えてそれに対して耐える訓練をするためにわざと手を振るんですね。でバランスの取り方を練習する。もちろん反対側にも手を振る、こういうことでやるんです。
ですね。本当にこう手を振って体幹を使わずに手を振るだけでこの電動一輪車バランスを取ろうとしたらこのぐらいの振れ幅でいいんです。手をね、片手をこのぐらい振るだけで十分バランスを取れるんです。こんなにやったらオーバーアクションです。オーバーアクションだから今こう車体がね大きく左右にグラグラとなったわけです。でわざとこういうオーバーアクションをして外乱を加えてそれに対して自分の体が柔軟に対処できるように鍛え上げていくという手法があるわけです。ですからいろんな手の振り方があります。今まあこういうふうに両手を振りましたが、この両手に重りを持ってで複雑にこう振り回すというような方法もあります。それからですね、一つの体のね体幹を柔軟にしようと、硬くなっている体幹を柔軟にする方法としてね、こういうものがあるんですね。これはまあエアロバーとかね言われてるものですけどね、こうやって揺すってやるわけですよ。こういろんな方向にこう揺することができるんですね。とね、グラ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 と体幹がだんだん柔軟になる。できるだけ体の軸の部分の力を抜いた状態でこうやってやるわけですよね。こういうふうに動かしながら乗り回す。そうす、まあこれあまりやりすぎるとね他の人に当たったりしてはいけないんで、人が少ないところでやるべきなんですが、まあ、こういうのをね10分20分と続けると非常に体が柔らかくなります。体幹が柔らかくなってそのバランスを取る能力がねアップしていくということで、私はこれも愛用しています。ね、まあそういったところですかね。あとはまあそうですね、もう大丈夫、このくらいですよね。やるべきことというのはね、ちょっと待ってください。あ、やっぱりそうだ、このぐらいでいいですよね。まあ今回最後はこのぐらいにしておきましょう。